ジェフユナイテッド市原千葉を愛する応援してくださっているファンサポーターの皆様、お久しぶりです。福本洋平です。今回動画を皆様に届けるチャンスを佐藤選手からいただいたので動画を撮らせていただいてます。僕は去年2019シーズンをもってプロサッカー選手を引退することにしました。まだまだ続けたかったのが正直な気持ちなんですが、右膝の怪我が思ったように良くならず引退することとしました。どうやってこれからサッカーを恩返ししていこう、またどうやって生きていこうと考えたときに、社会人としての経験がない自分にできることは少ないんじゃないかと考えるようになって、広告事業、通販事業、整骨院、飲食店を経営している今の会社に入社して、経営を学びながら働かせていただいています。3月に入社したのですが、すぐ今回の新型コロナウイルスの影響を僕自身もものすごく受けました。そんな中で今社会人となって、また今コロナの影響を受けている中で感じることは、改めてたくさんの人の方に恵まれて支えられて生きているんだなっていうことを感じています。そういうふうに今思えるのも、あの素晴らしいピッチで素晴らしいファンサポーターの方に応援していただいて、サッカーができた経験があるからだと感じています。まだまだコロナの影響が残っていますが、どうか皆さんと一緒に支え合い、そして応援し合い、このコロナを、そして自分自身もまた社会人としてサッカーに恩返しできるような人材になっていきたいと思ってます。最後は大好きなあの言葉で締めさせてください。ウィンパイオール。ありがとうございました。